見えてるかな。こんばんは、ワードです。今日は2019年2月の5日朝の4時24分です。ちょっとバグがひどいんでアンインストールしてもう一回インストールし直しました。見えてますかね。いやーちょっとなー、これ困るなー、バグがすごいよ。ふわっちは大丈夫？今度見えてる？オッケー。どうにかしたいよね、これは。今度はサムネが表示されない。めちゃくちゃだな、本当に。どうも。どうも。こんばんは。
どうも。監督は古参だから稼げてた時期もありますよね。そんなのもない。ガーマさんそんなことない W。 うん、ガーマさんでもある程度知名度あるから、うん、ガーマさんうまくやればいけそうだけど、うん、
なんか稼いでるイメージついてるんだよね。なんで稼いでるイメージついてんだろうね。結構稼いでるでしょって言われるんだけど、全然稼いでないよ。パトロンがいる感じですね。そうだね、太いお金持ちの人がいて、まあこういう表現の世界もアートの世界もパトロン次第でしょ。昔から芸術とか表現はパトロンいないと成り立たないから、まあ、そういう世界だと思うよ。昔からそうでしょ。お金持ちに俺らは買われないといけない。なんか歯がツルツルにならないな。パトロンいないとダメだよね。金持ちに買われないと。いるでしょ、あんだけ人数いたら。いると思うよ。いるよ、絶対。すっげえ不定パトロン欲しいな。毎月100万ぐらいくれるパトロン現れねえかな。チャンネル潰れて議員活動で食ってる感じですね。もうね、配信捨てたでしょ、あの人は。もう議員さんだよ、議員さん。
年収1000万だから先生だから。そんなもらえるんだ、市会議員。ああ、まあ八王子でかいからね、もらえるでしょ。年収1000万ぐらいいくでしょ。すごい世界だよね。あれまた通信エラーかよ。ひどいな。のりゆきさんはパトロンでしょう、完全に。パトロンいるに決まってるでしょう。閲覧ね、4桁の人はパトロン絶対いると思った方がいいよ。ぜひもう 100% いる。いるに決まってるじゃん。絶対いるよ。いないわけがないでしょ。パトロンいないとね、成り立たないからね。
だら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 。
おはようエデン。
談をソング知能館の兄も市議会だ。市議会議員なの？リーダンをソングをももうすぐ選挙よ、大変。選挙か。手伝いとかがあんのかな。ソングソソ田舎だけど車乗って手振ったり時にはチャリでやるのも合ってる。大変だね。腹減ったな。今食べたら走れないかんな。今日トレーニング再開だから早く食べればよかったな。お腹すいた。イーデンさん、そして俺は手持ちの売り上げ減ってきたけど新規契約1点ゲット。よかったじゃん。マジコツコツだわ。 W コツコツだよ。コツコツ地道にやってけ、やってくしかないよね。お腹すいた。クッキー食べようかな。今日はなんかコメントが全然ないよ。ひどいことになってる。4時間ぐらいずーっと黙ってるだけだもんね。誰もコメント書かない。ひどい。ちょっと今日は。いい団子ソングマジか。何なんだろうね。誰もコメント書かないね。まあまあ焦らずやっていくしかないよね。クッキー食べるわ。匿名ただのプロテイン好きさん、はじめまして。はじめまして。プロテインありがとう。こうなったらクッキー食べよう。クッキー食べよう。クッキー。あ、またアイテム表示されない。このバグひどいな。ちょっとなんだろう、これアイテム誰からもらったかわかんないじゃん。ゼロポイントって表示されてる。俺ひどいな、ふわずし。ちょっと。あれこれ。ゼロ円だって。誰がアイテムくれたか分かんなかったら、お礼の言いようがないじゃんね。ありがとう。チョコありがとう。これもう0円って表示されてる。これどうにかなんないのかな。ちょっとこのバグはひどいよ。あ、またエラー出てる。どうにかなんねえのかな、これ。
まい。あのさ、あなたがどこで何を見たのか知らないですけど、初めて会話するのに本当なんですかってどういうこと？僕自分でゲイなんて言ったことないし。まどかさん、つばにゃんが言ってた。つばにゃんが嘘つきですね。はゲイに偏見ないですけど、僕が言ってないことを勝手に決めつけるのはやめてください。
願をソング戦闘服準備完了。特命係長ただの花火師さん、今月嬉しいことがありました。おすそ分けです。ありがとうございます。うわー、ありがとう、ファンタスティック。ごめんね、今ね、ふわっちの爆で誰だかわからないんだ、ごめんね。ありがとうございます。誰だかわかんないけど、ありがとう。なんだろう、いいことって。ありがとう。いいことあったんだ。誰だかわかんないの。本当にこれ良くないよね。ごめんね。ちょっと誰だかはわからないんだけど、ありがとう。ありがとうございます。もやっとするな。ありがとう。まあね、フワッチのバグなんすよ。エラーがひどいな。あれ？コメントが更新されないじゃん。なにこれ、もう。あ、これ。ちょっとひどいな、これ。これはひどい。俺のコメントが更新できないし、花火投げてるのは誰だかわかんない。表示は0円って書いてある。こんなの配信にならないよ。ひどすぎる。コラボはまともにできない。どうなってんだよこれ。これもうリリースしちゃいけないぐらいひどいよ。とんでもないね。
またエラーって出るな。なんだこれ。これはひどすぎる。ありえん。モイスト、3端末再起動したんか。いや、再インストールだけやった。俺の DM とか LINE とかしないけどさ、誰が投げたかわからないとさ、その人に、俺は祈りはするから、感謝と祈りはするから、こんな1万円も投げてくれた人にさ、誰だかわかんないってこれありえないよ。いや、その人が普通にコメント書いたとき、ねえ、どう対応するのか。誰がそれを言ってるんだろう。もうその手のコメントをふわっつができてからずっと言ってるけど当たったためしかない。じゃあね、レイカさんがふわっつの株主だったり会社の社長だったりするじゃん。放っておいても20億ぐらい売り上げる会社潰す？レイカさんがもし経営者だったら。なんで儲かってるものが潰れるのかがわからない。儲かってないんだったらわかる。そうなんですね。書いたものを見たので。いや、ネットの情報を真に受けるのよくないよ。ネットの情報を考えないと誰でも嘘をかけるわけだから。誰がどう考えても普通に考えてなくなるわけがない。人が集まらない、売り上げが立たないって言うんだったら俺は理解できるんだけど、数ある配信サイトの中で日本国内3位なんだよ、このサイト、売り上げ。レイカさん、わかりました。気をつけます。絶対なくならないよ。絶対なくならない。ありえないね。モルフレンさん、嘘を嘘と見抜けない人は、掲示板を使うのは難しい。モイスト、三売りはあるんじゃね。モイストね、じゃあね。身売りはある。要は会社を M&A あるかどうかね。自分が会社の社長だったり株主だったりしました。儲かってるサイト売る？売る？こんな金のなる気なのに。だね、ネット民って未来を読む力がないって昔から言われてんの。あのね、イチローがメジャーに行くときの、確率は限りなく低いよ。っていうかね、予想、要はね、イチローがメジャーに行った時のスレッドがすっごく面白くて、全員終わったって言ったの。全員もうダメだって言ったの。たった一人の人の小手半だけ、いや、イチローはこれからとんでもないことになるって。要はね、昔から言われてるんだけど、庶民って未来を読み解く力ってない。特にネット民とかそう。目利きができない人が 99% なんだよ。で、目利きができる人って100人に1人とかそんなもんよ。例えばね、モイスト、身売りはある M&A であったとしてもサービスのコンテンツは変わらないんだよ。でしょ、ふわっちっていうブランドも崩さない。システムの中身も変えないでしょ。例えば YouTube が Google に買収されてなんか変わったっつったらさ、発展はさせるかも、テコ入れはするかもしんないけど、既存のサービスを買い取ってる時点で崩すわけがないの。
つまり身売りがあるってあったとしても俺らの何の影響もない。だからサービスの存続を意味するんだよそれは。っていうのもちょっと考えたら分かるはずなんだけどな。思いつきで喋る人多いよね。いや思いつきで喋っていいんだよ別に。ただなんだろう、なんで頭回さないんだろうっていうのが昔から疑問なんだよね。後藤哲子さん、それネットじゃなくて一般社会でも同じだな。いやいや、そうなんだろう、そうなんだろうね。なんかちょっと考えればわかることをなんでちょっとも考えないで発言するのか俺には理解できないんだよな。その情報を正しく読み解くリテラシー能力っていうのを教育でちゃんと教えないとダメだと思うよ俺。要は印象だけで全部を決めすぎてる庶民は。正しく情報を読み解かないと騙されちゃう。デジタルディバイドってなんだろう、知らない言葉出てきた。検索します。デジタルディバイド、デジタルディバイド、デジタルディバイド。コンピューターやインターネットなどの情報技術を利用した使いこなしたりできる人とそうでない人の間に生じる貧富の差や機会、社会的地位などの格差。ほう、面白いね。デジタルデバイド、コンピューター通信。あー、まあまあまあ、いや、うん、まあそうなん、まあ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 、うん、だから格闘技とかも俺カズさんに何回か提案したんだけど、カズさん YouTube でしっかり動画作ったらそれこそね、毎月数十万入ってくるコンテンツとポテンシャルを持ってるわけじゃん、余裕で。だって東洋太平洋のボクサーが動画でボクシングを教えてくれるってすっごい需要があると思うの。日本中のボクサーから需要があるわけじゃん、もしかしたら世界から。だけど生放送の方に行っちゃってるじゃん。動画ってさ、一回コンテンツ開けたらもう10年20年ずっと再生され続ける財産なわけよ。だからなんだろう、お店の宣伝にもなるし、実業の。でも生放送ってさ、その場限り楽しかったらそれでいいっていうコンテンツだから、もったいないなって思うんだよね。そう、持ってる人、例えば原田さんにしてもそうなんだけど、だからね、格闘技を教えるっていうコンテンツはあるんだけど、すごく弱いのね。だからキャリアがあったり経歴があったりしっかり教えられる人じゃなくて、ちょっとかじってるネットに強いトレーナーさんとかがもうシェア取っちゃってるの、もったいないなと思うんだよね。これカズさんは動画でもしジャブの打ち方からワンツーコンビネーションこうやってやるとか、ダッキングスエーとか全部あったら絶対見るもんね。しかも多分ボクサーブログとかも全然ないのよ、ボクシングとか格闘技の。
格闘家の人がネットに弱いっていう部分があるんだろうけど、それはね、日本の資産としてもったいないなってすごく思うんだよね。カズさんがもし、その、なんだろう、ネットでそういうコーチングチャンネルとかやったらすげえ需要あると思う。10万人チャンネル登録は固いと思うよ。だからそういう人がいっぱいいるんだよ、世の中には。超もったいない。オルフレンさん、格闘漫画あれこれ言うブログは多いけど、肩書き出して書いてるプロのブログ少ないよね。ほぼいない。しかもブログはあるんだけど、芸能人みたいに普通に日常のご飯何食べたとかそんなんばっかりの。そう、格闘技、要は、なんだろう、素人が、ちょっとかじった素人が書いてるブログとかあるんだけど、それがすげえもったいないね。だからまさに、その、デジタルディバイドでしょ。オルフレンの言うところの。ネットを利用すれば、とんでもないことが起こる時代なんだけど、その価値をまだ理解してない人が多いっていう。すごくもったいない。ネットを早めに仕掛けないとダメなのにね。先行者利益は必ずあるからね。なんか通信が元に戻ったっぽい。ああ、やっと反映された。ありがとう。ああ、この人か。ありがとう。やっと反映された。やっと元に戻った。ありがとうございます。花火くれた人。これで多分更新できるはず。いや、花火10発は本当にすごい金額なのにありがたいよな。こういう人のおかげでね、活動ができるからありがたいっす。あ、戻ったね。要は考えることを放棄するって、人間としての一番のその武器を放棄するのと一緒だからな。俺は考えることイコール人間らしさだと思うんだけどな。人間だけが持ってる能力なのに、人間として生まれたのにもったいない。頭使わないのは。世界中の人とつながれる時代だからね。まあいいのか。だから俺みたいな素人がこうやってね、できるわけだから。偽物が活躍できるっていうのもいいのか。ああ、走りたくない。走らないと。走りたくない。
もやらないとな。早く。負けたくないな。勝ちたい。これで最後だよ。終わりにしよう。わあ、すごい家。マント欲しいな。
メント止まっちゃった。絶賛瞑想中。瞑想。とんかつ食いたいな。
ルナさん違う。ん？かな、こんばんは。おはようございます。おはよう、金魚姫。おはよう。走りたくねでもね、ミイスケとかに服もらったりポカリもらったりしてんのに走らないダメだよね。
受け取るもんだけ受け取ってトレーニングしなかったら罰当たりだもんな。やらないと。また爪伸びたね。切る？爪。爪ちょっと伸びたでしょ、ペコ。おいで。見せて。釈迦は爪伸びないんだけど、ペコすげえ伸びるんだよ。シャシャ伸びないよね。大丈夫？ペコ、爪。切る？大丈夫かな。大丈夫。くちばしとがったね、シャーちゃん。くちばしとんがってるね。長生きしてね、シャーちゃん。もう5歳だね。長生きね。長生きしようね。ありがとう。ありがとう。うん。俺羽生えてないから大丈夫。うん。楽しいの。うん。結構もう大人になったね。
何？なんでいじめんの？ダメだよ。女の子だから。ねえ、さっさ。結構うんちさん。ずぶといやつの方が元気だね。それは動物も一緒だね。繊細な人ほど、繊細な生き物ほど優しい人の方が傷つきやすい。ペコずぶとい。優しいけどサーちゃんはメンヘラだね。ここ気に入ったの。いろんな鳴き方するんですね。これはさえずりだからね。歌ってるの。機嫌がいい時に歌う。やっと歌完成したもんね。俺ペコのチュンチュンチュン好きだったのに、もうやんないの？チュン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 、それそれそれ、チュン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 やって、チュン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 、あれやってよ。やんないの？ピュンピュンピュンって言って、やんないの？ピュンピュンピュンはペコ。おはよう。おはよう。やめて、ペコ。ちょっかい出さないで。
マリルボーンさん、いい子しとるね。ペコがだいぶ大人になって落ち着いたかな。痛い。金魚姫さん、シャカネちゃいそう。シャカネそう。シャカは俺の手のひらが天国だから。寝るのシャーちゃん。かわいすぎるでしょこんなの。キュンキュンするよね。金魚姫さん、すごいな、かわいすぎ。かわいいよね。寝るの、シャーちゃん。ありがとう。羽生えてないから大丈夫だよ、シャーちゃん。ありがとう、大丈夫だよ、さあさあ。毛づくろいしなくていいよ。ありがとう、さあさあ、大丈夫、大丈夫。ありがとう。羽生えてないから、さあさあ、俺は。大丈夫だよ。優しいね、さあちゃんは。ここが好きなの。綺麗にしてくれんの、シャーちゃん。ありがとう。綺麗綺麗すんの。ありがとう。え、ペコもおいで。ペコも丸くならない。ペコはいいの。ペコ。ペコも遊ぼうよ、こっちで。楽しいよ。あったかいよ、ペコ。見て、ペコ。うん。
子もそろそろ落ち着いたからね。昔はのんちゃんの手のひらに寝てたんだよ。覚えてないでしょ。のんちゃんのところで寝てたのに。おいで、ほら。怖くないよ。怖くないよ。嫌なの。うん。高いよ。うん。ペコも丸くなりな、ほら。おいで、真ん中。おいで。おいで、ほら。やつらあったかいってよ。ペコ。おいで、ほら。気持ちいいよ。ダメよ、シャーちゃんが。ほら。なんで邪魔するの。ねえ。せっかく待ったりしてたのにね。帰るの？もう。さあちゃん帰ろうか。はい、ペコ。さあちゃん、下か。ほら、ペコ。さあちゃん向こうだよ。はいはい。はい、バイバイ。帰った。帰宅しました。シャカとペコは。賢いのは、うん、頭いいよ。びっくりするぐらい頭いいよ。動物はすごい。脳みそこんなしかない。人間はこんなに脳みそあんのにバカだよ。鳥なんてこんだけなのに優しいんだよ。こんだけなのに。人間こんな脳みそあってバカだから。
カンさん、ワドツ。ワドツ。似合ってるね。ありがとう。賛否両論です、相変わらず。ブギタンさん、格闘家っぽさが出た。そう、格闘家ではないよ、俺は。格闘家ではないよ。それらしくなった。出るよ。リングで戦った経験あんの？2回だね。2回あるね。捨て頃1と2。外人っぽいなわら。そう。曜日そくそかすかおっさん、おはよう。おはよう、バカありがとう。おはよう。ルギタンさんは、どうの顔見慣れたら好きになったわ。うん。
ルギタンさん、リングで戦う時の自分の強さを客観的に見て最高レベルが10とするとワドはどれくらいだと思う？ 1.5 から2。自分の強さを客観的最高レベルが、どういうことだろう。他のファイターと比べたら2ぐらい、プロとかと比べたら。ルギタンさん着すぎから小。自分の強さが最高レベル。カネオさんはどつ、花火来てる。ね、ありがたい。さっき10発いただいた。プロで聞いてない。自分のレベルが。ルギタンさん捨て頃で聞いてる。捨て頃の選手の中でってこと？難しいよな。ルギタンさんそうだ。今だったら6とかじゃないの？ 6 とか、まあでも階級とかがあるから。ルギタンさんそこそこやだ。階級が均一でどうなんだろう。でも、なんか、格闘技の面白いところって、ゴング鳴った瞬間に勝つか負けるか分かるよ。相手の強さが分かる。ルギタンさんもちろん出る人によっても違うから、一概では言えないよ。難しい。一概には言えない、本当に格闘技は。そう、相性とかもあるからさ。相手の、噛み合わせみたいなのもある。ゾンビソクソカスカオスさん、今回は格闘家も参加するんだよね。参加するよ。ルギタンさん、相手の強さが分かるのはそこそこレベル高そうだな。いや、すぐ分かるね。俺は昔から勝てるか負けるかすぐ分かる。勝てるか負けるかっていうか、自分より強いかどうかがすぐ分かる。ゴング鳴った瞬間、向き合った瞬間に分かる。勝てるな、これは勝てないなっていうのは。もちろん一生懸命やるけど。それは大体わかる。それがすごい面白い。もちろん全力は尽くすけれども、外れたことはないな。戦闘力っていうのかな、相手の。水替えてあげる。ちょっとだけ水替える。ルギタンさんなら勝てないと思う場合はパフォーマンスは 100% 近く出せる？勝てないと思うパフォーマンスは 100% 近く出せる。いや、勝てない場合でも 100% 向かわないと強くならないから、その試合ではないから、スパーリングとかでも全力は出さないとダメ。そうそうそう。だってキャリアが長い人の方が上手いに決まってるわけだから。目的はトレーニングの目的、あくまで自分が強くなることだ。だから技を教えてもらうの、受けることによって。その相手を潰そうとかじゃなくて、こうやってやるんだよって教えてくれるわけ。強い人はたまにいるけどね、あんまりないかな。
たまにいるけど、要はマウンティングじゃないけど、明らかに技量が低い人に向かって思いっきり殴る人とかいるけど、俺はそれはファイターじゃなくてただの喧嘩屋だと思ってるから。要は何かを学ぶとか一緒に稽古しようという姿勢ではない。たまにいるんだよ、喧嘩自慢みたいなのが。その喧嘩になった場合、自分の筋を通したい場合は勝てな、そうでも殴り合いすんの？なんだろうな、俺は格闘技は喧嘩ではないと思ってるから、あくまで俺の考えね。喧嘩なんだけど、試合はね。だけど武術で亡くなった場合意味がないと思ってるかな。それはただの猿と一緒だから。自分の我を通すためにやるもんじゃないから。あくまでも今の質問は殴り合いの喧嘩。ん？殴り合いの喧嘩？殴り合いの喧嘩なんかしないよ。誰かを殴って何が解決するんだったら、何も解決しないと思ってるから。なるほど。うん、暴力に屈服してるだけでしょそれ。人間性に惹かれたりとかさ、その人が言ってることを尊重するとか尊敬するとかじゃないじゃん。暴力に屈してるだけだから。でもそんなのは続かないよ。暴力が嫌いなんだよね。なんだろう。例えば、俺、親父から殴られたことが一回もないの。不当な暴力をされたことが一回もないの。すごい強いのに、親父が。だからそれはすごいリスペクトしてて、不当な暴力を見たことがないのね。親父、キックボクサーだったんだけど、空手家だったんだけど、子供ながらにそのリスペクトがずっとあって。で、ただ、子供の頃から何回か見たんだけど、電車に乗ってて、ドイツ人だかなんだか西洋人が韓国人をいじめてたのよ。電車に乗ってて。で、韓国人すごく困ってたの。でも、周りの日本人は見て見ぬふりじゃん。でっかい、こんな体、こんなさ、筋肉の外国人二人がいじめてんのよ、韓国人を。明らかになんか罵倒して。で、親父は、それを見てて、隣の車両移れって言って、母親と、俺に。もう、すごい小さい頃なんだけど、そしたら母親が、あ、また始まった、みたいな顔して、こっち来なさい、こっち来なさい、つって、もう、親父の顔、その時の見てるけど、もう完全に、しばしってるの。で、間に入るとかじゃなかったもん。その場で二人の外人、ボッコボコにすんの。流血沙汰みたいな。まああれ今だったら逮捕されてると思うよ。もう帰り血バンバンに浴びてたもん。で、そのま次の駅でお袋が俺のことを下ろして、殴り続けてる親父を、こう電車でガタンガタンガタンって見てて。あと、小さい頃、血まみれになって帰ってきて、そう。血まみれで帰ってきたの。もう帰り血なのよ。シャツとか真っ赤で。で、お袋がギャーって叫んで、どうしたのって、お母さんどうしたのって言ったら、刺されたって言って騒いでんだけど、親父は冷静に服脱いで、刺されるかよって言って。だから、不当な暴力に対しては、親父、自分から不当な暴力は絶対に行わないんだけど、不当な暴力だけは暴力で屈していいっていう考え方の人で、それダメなんだよ、本当は。そう。で、10年ぐらいずっと韓国人から、年始の、お歳暮みたいなのずっと届いてたよ、手紙と。本当に感謝してるって。あなたみたいな日本人がいて、本当に心が救われたって言って。
ずーっと手紙来てた、その韓国の人から。で、親父はもう大丈夫だよってずーっと手紙返してたけど。ルギタンさん、いい話だな。それを見た時になんかものすごく、その、なんだろう。親父が不当な暴力を使ってるのを見たことないから、そう、それがかっこいいなと思うし。だから親父がずーっと言ってたよ、その、誰かを守るためのもの、自分かもしくは自分より弱い人とか大切な人を守るための手段であって、自分より弱い人を不当に殴ったりしてはいけないんだっていうこと。だから、親父と一回だけその口論になったことがあるんだけど、俺が小学2年生の時にいじめられたことがあったの。いじめられたっていうか、かっこいい人だね。いじめられたんじゃなくて喧嘩になったのよ。俺とその同級生が。ちょっと、些細なことで。いじめとかではないんだけど、殴り合いになったけど、俺は、その、子供の頃からこんな性格だから、殴り返さなかったの。だから、一方的に単行部作って帰ってきて、その、悔しくて泣いてたの、家で。で、その時に親父がぶち切れて、怖かったね。3時間ぐらい、そいつの家まで連れて行けって言って、家の前で、仁王立ち。で、何をするのかって言うと、親父はもちろん小学1年生の喧嘩だからダメだけど、何発殴られたっつって、多分7発ぐらいっつったら、じゃあ70発、700発か70発かいいから、10倍か100倍にして、帰るまで俺は帰らないっつって。やだやだっつって。ピンポン押せっつって。で、殴り返さないとダメだっつって、やだっつって、3時間ごねたね。俺は暴力が嫌いだっつって。で、その時は親父が折れたね。分かったっつって。ルギタンさんすげえ話だわら。あ、だからもう親父の教育は、その不当な暴力とかいじめにあったら、一発殴られたら100発にして返せっていうのが親父の教育だった。俺はもうそれがすげえ嫌だったけど。一発殴られたら100発殴って帰ってこいっていう。ありがとう。いってらっしゃい。花火ありがとう。すごいかっこいい親父だったね。ありがとうね、ルフィタン。まあ、めちゃくちゃな親父だったけど、かっこよかったね。でもなんか意味がわからないこと、一個だけ気になってる、今でもよくわからないことがあるんだけど、本当の強さは、技術じゃないっていうことを言ってたのが印象的だったかな。その世界クラスのチャンピオンとやったことがあるんだけど、実は強いと思った人はその人じゃなくて、なんかその強さっていうのは技術とかパワーとかじゃないんだよっていうことを言ってたのが覚えてる。それが何なのか話聞いてもよく分かんなかったけど、また通信エラー、ああまた通信エラーか、ひどいな。ふわっち花火が更新できないね。これバグ直してほしいな、運営さん。ちょっといい加減にしてほしいね。またゼロポイントだ。優しい人だったよ。俺はああいう風にはなれないけど、ああいう人はかっこいいなと思うね。ストイックっていうのを、ストイックな人ってああいう人のこと言うんだな。多分自分の実の父親じゃなくて職場の上司だったりしても多分尊敬してただろうね。ダメだ、通信エラーだ。また
放送は見れてる？これ通信エラーって出るんだけど見えてるかな。金魚姫さん見れてますよ。見れてる。ごめんね、花火10発が更新できないのとアイテムが0ポイントってなってる。困ったもんだ。でも多分なんか、ポンさんおはよう。おはよう。猫の目さんはどう？猫の目おはよう。多分どんな人があってもすごい人だなって思うと思うよ。何かしらで関わっても、まあ、狂ってるっちゃ狂ってるけど、まあどう見ても発達障害なんだよね、今考えると。俺の親父ゴリッゴリの発達障害で、アスペなのは多分親父譲りなんだよね。本人気づいてないけど、親父は精神病とか大嫌いだから、それこそ鬱は甘えだっていうぐらいなんかめちゃくちゃな人だから。ポンさん、ストロベリー、ともちゃんをプレゼントしました。ポンさん、ミルク、ともちゃんをプレゼントしました。ありがとう、ポンさん、抹茶、ともちゃんをプレゼントしました。その、俺が逮捕された後に、親父と会って、私E さん初見です。昔柔道をやってました。私の教わったことは、本当の強さは守るものがあれば自然に強くなれると教わりました。ポンさん、いいね。ご20個プレゼントしました。ありがとうね、ポン。金魚姫さん、昔は発達障害って考えがなかったからね。まあまあ、ね、性格異常で片付けられてたからね。人格破綻とかヒステリーとか。まあ不器用だけどまっすぐな人だったな。めちゃくちゃ不器用だけど本当にまっすぐな人で、不当なことを言われた記憶がないもんね。その暴力を振るわれたことじゃなくて、そのなんだろう、わからないっていう、子供と向き合ってる感じじゃなかったんだよね。子供に対しても一人の人として接してたんだと思う、多分。だから分からないことは分からない、調べてくるし、分かることはシェアするし、押し付けがましいことをされたことがないんだよね。人間嫌いな人だったけど、真剣に考えてくださっていたんですね。うん、何事も真面目に真剣に取り組む人だったね。まあ人格者だよ本当に。普通にすげえなと思うもんな、あの生き方できるかっていう。例えばさ、もう親父、その俺の母親と離婚するとき小学2年生だったんだけど、木彫りを始めてたの、彫刻刀で。でもひどいんだよ、もうど素人が作ったミッキーマウスとかの木彫りとか、もう爆笑するぐらいの木彫りなの。もうぶっさいくなミッキーを作ってて、仏像とか掘ってて、もうみんながブーって笑い吹き出すようなものを作ってたので、離婚して10年15年ぐらい経って、親父の家に遊びに行くようになったのね、再婚した人も。そしたら木彫りがブワーって習ってるんだけど、どっからどう見てもミッキーだし、ティンカーベルとか掘ってるの、もうどっからどう見てもティンカーベルの仏像とかも本当にもう職人が作ったみたいな。で、えってなって、これもしかして親父が作ったのって言ったら、うん、だから続けてるよって言って、宮本武蔵でしょ。ミルク、
木彫りを15年続けてて、そう。だから、続けたら天才になるっていうのはもう、親父を見てたらわかるんだよね、ほんと。どんなに不細工なものしか作れなくても、続けたらプロになれるっていう。だから、親父の言葉でさ、ずっと、家訓で教わってたのが、世の中には、誰でも一流になれるっていうことを常に言ってて、一流、どの世界でも一流になれと、どの世界でもいいって言われてて、で、なんでかっていうと、一流にならないと、一流の人間を理解することはできないんだって。で、二流三流の人間が一流を語ってるのが世の中なんだって。で、そいつらは一流の何も分かってないんだって。何も分かってない。だから、お前は、一流の人間を二流の側から見て、ああだこうだ言うんじゃなくて、一流になりなさいっていう。で、お前が一流になれた時に、初めて超一流の人間が理解できるっていう風に言われた。本当に同じ努力をしても、天部の才っていうものを持った人間が、その世界に、どの世界にも必ずいるっていう。だから、二流とか三流の人間、自分で一回も何もやったことがないのに、何かを卑下したりとか、偉そうに語ったりとか、自分と対等かのように語る人間にはなるなっていう。で、努力を一流になれないとしたら、それはお前の努力が足りないと思うって。どんな人間でも、どんなに才能がなくても、誰でも一流になれるんだって。そう。で、その時初めてお前の前に超一流が現れるっていう。超一流はもう神様からのプレゼントだからって。いやー、かっこいいお父さんだったね。みんなおはよう。かっこいい人だったね。あと24時間は平等なんだよっていうことを常に言ってた。どんな人間もみんな24時間、時間っていうのは平等に与えられてるんだって。で、一流になる人間っていうのは、みんなが遊んでる時、サボってる時とかをずっと自分のやるべきことをやってる、やりたいことをやってるんだよって。だから時間をかけたら誰でも一流になれるのに、みんなそこから逃げるんだって。なんかそういう哲学的なことをずっと教わってたね。てかもう哲学者だったんだよね、簡単に言ったら。思想家だよあれは。チョコたくさんありがとう。バラバラだね。だからね、 K-1 ブームが、俺が中学校ぐらいの時に K-1 ブームってあったじゃん。あれを見て親父に K-1 ブームとかどうなのっていう風に聞くとね、心の底から言うんだよ。なんて言うと思う？ K-1 とか流行ってたじゃん。あれを見て親父どう思うのって聞いたら、親父はね、羨ましいっていうの。俺が現役だったらっていうの、本気で言うんだよ。あんなの夢みたいだって。そう。俺がもし現役だったら出るのにって。狂ってるよね。羨ましいって。世界最強になりたかったんだって。アントニオ猪木より俺は強いが口癖だったんだって。バカありがとう。化け物、同じ体格なのに化け物みたいな腕の太さだったかんな。お風呂屋さんでバイトしながら格闘技やってたらしいんだけど、
なんでお風呂屋さんでバイトしてたのって言ったら、ニコ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 しながら語り出すんだよね。高光って。風呂屋はいいぞって。24時間じゃない。朝起きて、夕方まで薪を割るんだよって。ずっと薪割りを、お金もらって、600円だかなんだかわかんない。なんかとんでもない低い給料なんだけど、ずっと薪割りをやらせてくれるんだよ。ずっと掃除だからずっと体を鍛えられるんだよって。薪割りをタダでできるなんて、タダつうかね、お金もらって薪割れるんだからいいぞってニコニコしながら言ってた。漫画の世界でもう本当にね、あの、バキの世界だよ、バキの世界。グラップラーバキ読んでるみてえの。何言ってんだろ、この人って思ったもん。あれが何歳の時だろう。俺が生まれる前だからね。俺と俺の母親が出会う前の。いやでもさ、親父は知らないんだよね。その YouTube とか見ないし、ネットのことわかんないから。でも親父が、俺が生まれる前の動画が親父の知らないところで勝手に動画が上がってるってすごいよね。だからネットってすごいよね。誰かが親父のビデオを撮っといてるんだもんね、何十年も。でそれを動画に上げるべきだって判断して勝手に上げてるわけでしょ。多分外人なんだけど、英語で SEO をかけてて、外人がブワーって世界中の人がコメント打ってるのを見て、あ、すごいなと思ったよね、やっぱ。なんで俺が生まれる前の VTR が世の中に残ってるんだって。面白いよ。あ、ちなみにその親父が戦った相手これだよ、バキの。これが親父の対戦相手だよ、バキのね。ちょっと待って、これディーノイって言ってるでしょ。これが親父が戦った対戦相手のモデル、ディーノイ、ディーノイって言って、天をつく膝蹴りだって言ってるけど、ちょうどこの前読んでた。ディーゼルノイっていうこのキックボクサーがモデルだから、対戦相手これ、これがモデルの人。グラップラーバキ10巻だね。そうそう、ディーゼルノイとやったの、親父は。まあ1ラウンドでやられちゃったけどね。伝説のムエタイ選手だからね。あのタイでそのムエタイ選手で国民栄誉賞を取ったの3人しかいないんだけど、その一人チャンピオンになってから2年間対戦相手がいなかった。なんでかっていうと、ぶっ壊れるから、対戦相手が。今でもね、日本人の格闘家、ムエタイ史上5番以内に入る。っていうか、まあ、組技、あの、膝蹴り、首相撲からの膝蹴りを生み出した人だからね。そうそうそう。まあ、史上5番目には入るだろうね、多分。化け物みたいな強さだもんね。もともとそんな強くなかったんだよね、ディーゼルノイって。あの膝、組からの膝蹴りを編み出したから最強になったんだよね。
まあ、いろんなゲームとか漫画のキャラクターになってるぐらい強い。50代60代の人とかだと知ってるよね、ディーゼルノイの名前は。親父よく言ってたな、あの中継料級だと千葉の東、あ、そうなんだ、へえ。じゃあなんか今の話聞いててなんか懐かしいなっていう感じだったんだろう、俺が3歳の頃とかだから。ワセリンの匂いを思い出すんだよな、子供の頃の記憶。親父がまだ実は35もサラリーマンやりながら実は35歳ぐらいまで現役やってたんだよね。で空手の道場とかジムとか持ってたから、あの車の中に置き去りにされてでパンパンパンって音聞きながら子守歌にしてこーって車の中で寝てて、帰ってくると親父がワセリンの匂い、あのタイガーバームっていうの、あの匂いがツーンときて、そう、来る、ひどい親父だよね、ほんと。車で息子を放置してさ、幼稚園とかの。で、ジムでずっとミット打ってるって。まさか自分がね、格闘技やるとは思わなかったよ、ほんとに。タイオイル、そうっすね。なんかあのツーンとするさ、なんか中継量級ではタイ人には絶対勝てないって言ってた。あのもうハングリー精神が桁違いなんだって。もう本当に貧乏だからタイは、生まれて物心ついた頃からジムに通って、もう本当になんだろう、そうじゃないともう村とかを背負ってるんだってね。そう、家族を養うとかいうレベルじゃなくて、村ごと幸福にするんだみたいな。自分がチャンプになってその村人を食わせるんだ、そういう覚悟で、もう小さい、もう5歳とか7歳とかがサンドバッグバンバン蹴ってバンバン叩いてんだって。練習のレベルが違うって、あんな勝てるはずがないって言って。あー、ランさんおはようございます。いっすー、僕今から走ります。おはようございます。ランさん。バーガーありがとうございます。バーガーが見えてるってことは、これ、コメント減らせるかな？大丈夫？コメント書けんのかな？走りたくねー。走りたくないよー。あ、更新できた。本当に強い人は優しいよ。半端な不良とかじゃなくてね、本当に鍛えてる人はみんな優しいし、心が強い。変なね、不当な暴力とか絶対しないよ。うん。その、やられる痛みを知ってるから。痛みを知ってる人は人に不当な暴力をしたりしない。親父が見たらブチ切れるよ。こんな茶番でって2回も負けたのかって、多分ぶん、それこそ怒鳴り散らされると思うよ。俺が教えてやるって、絶対バレたくないし。しごき回される。
勝つと思います。はい。それくらい頑張ってます。勝てますね。ああ、仕事行ってらっしゃい、金魚姫。うん。もう太陽出てきたから。曇りだから。もうちょっとしたら走ろうか。4時半ぐらいから走ろうかな。いや、毎日走りたくないよ。本当に運動嫌いなんだから。あのね、ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に勝ちましょう。っていうか、一緒に勝ちましょうっていうか、ランさんめちゃめちゃ強い人とやんだ。多分ね、ランさんも毎日プレッシャーと戦ってるんだよな。そうだよな。あれ？あ、なんかチャンプとやるんだっけ、ランさん。いやいやいや、分かってないんだよね、この目。本当に、とんでもない人だから、親父は。分かってないんだよ。絶対やだ、親父に教わるなんて。いや、俺、毎日走りたくないよ。運動嫌いなんだから。でも、勝ちたいの。大丈夫っすか？もう110キロ走ってんだもんな。22回走ってるってことは110キロでしょ。走ったら強くなるわけじゃないけど、自信あるよ今回は。みやびはブルってだろうね。走ってねえよあの顔は。まだ焦る時期じゃないけど、ね、早めにトレーニングやって悪いことは何もないから、勝とうね。みんなを勝たせるよ。打たれ強さみたいなものは、捨て頃レベルだったら根性。正直言うと。捨て頃レベルだったら根性。で、俺と直樹兄さんの時の、しょっぱなのダウンみたいなの、あれは体格差だから、ダメージはなかったの見たらわかるぞ。あれは技術で避けないといけないところなんだけど、あれは思いっきりクリーンヒットしちゃったけど、効いてなかったでしょ。気持ちがあれば耐えられるよ。でも、その、顎にもらった脳震盪はもう物理的に無理。それ根性の問題じゃなくて、もう脳が揺れて転換を起こしてるのと一緒だから、どんなに気持ちで立とうと思っても。だからさ、天心さんとかさ、鹿みたいにガクガクガクって言いながら立とうとしてたでしょ。あれはだから気持ちがあんだけ打たれても立とうとしてるんだよ。でも脳が動かない。制御できないから、ああやってガクガクってグラグラって揺れてん。だから気持ちは負けてなかったんだよ、天心さんは。あんだけ打たれてもすぐ立とうとしたけど、脳が揺れてるから言うこと聞かなくて、ああやって変な動きになっちゃう。だからそれくらい上手いってことなんだけど、メイウェザーが。あとはまあ首鍛えるとか。まあもらわないのが鉄則だよね、格闘技の。打たせない。打たせずに打つっていう基本中の基本だから、うん、本来はもらったらダメ。まああとは顎引くだよね。格闘家の人は絶対こうやってやらないでしょ。みんなこうやって顎引く、うん、それはストレートから入ってくるから、うん、だからここ守るっていう。おはようみんすけ。もうでもとやかく言われたくない。あんな惨めな思いしたくないもん。
ううん、ずっと起きてる。今日はひどかった。4時間ぐらいコメントゼロ状態ずっと。今日腹筋やるよ。でもね、そそから、そそ体めちゃめちゃ鍛えてるのね。で、クランチっていう腹筋やりなさいって言われた。20回を5セットにしなっていう。腰が悪くする腹筋のやり方してるからって。動画送られてきて、20回を5セットの方が絶対いいって言われた。まあでも100回目指す、もちろん。腹筋とダッシュとシャドウとロードワークやってる。地味でつまんない作業だよ。ね、閲覧も伸びないし。頭に来んのがさ、ドレさんのところでさ、すげえ頭に来たリスナーいてさ、こんなところでゴロゴロしてねえでお前トレーニング始めろって言われたの。寝てるぐらいだったら走れってドレさんのリスナーに言われて、すっげえ頭にきて、その何でも叩きゃいいってもんじゃねえだろっていう。見てねえ、見てないわけじゃん。俺トレーニング配信もやってるわけじゃん。見てないで、その知らないからって叩くなよっていう。トレーニング地味っすよね。スパーリングとかミッドとかサンドバッグとかめちゃめちゃ楽しいから、ジム通いたいな。あれ、なんか楽しいんすよね。サッカーでいうとこの練習試合みたいなもんで。ランさんは、やばかった。すげえ締まってた体。やばい。タイさんおはよう。もうやだね。ネットのなんか、口だけ番長とか叩く人とか大っ嫌い、俺。この前なんか外でシャドウをやるやつは迷惑かかるからとか言われたからね。威嚇行為だよとか言われたよ。くっそムカついたよね。ね、綺麗だよね。そう、非常識だとか言って、どこのジムで教わったんだとか言って、でお前何なのっつって、俺は20年やってる。え、何を20年やってんのって。そしたらリスナーさんで、俺9年間プロボクサーやってたけど、外で毎日シャドウやってたよって言って。ヤマトのおじさん？ああ、黒猫ヤマトのね、うん、シャドウボクシング してる人どう思いますかって言った。あ、練習頑張ってるなって思いますって言って。いや、もう本当に嫌だ、ネット見。なんかネット付けの人ってさ、聞いた話とかさ、ブログで読んだ話とか、プロの情報を自分の情報として手に、自分があたかも体験したように語るから嫌いなんだよね。あ、正直言うと多分そういうやつ目の前にしたらボッコボコにできますよ、今。やらないっすけど。やらないっすけど、舐められるのがすごい嫌なんですよね。正直言ったら、その、コメントでなんか口、っていうかね、ランさんね、俺、ワンもツーもそうだったんだけど、上手い人ほど、やったことある人ほど、こうやれ、ああやれって言わないんですよ。こうやってやると良くなるよとか、ここいいね、こうやってやってみないとか、提案をしてくるんですよ。格闘技。で、まあ、うちの枠は、シャブ腰入ってないな、ステップが、かかとが浮いてないな、とか、もうそんなんばっかりなんですよ。で、言うんすよ、そのために。格闘技歴何年ですかって言ったら。いや、いいんだよ、そんなのは。かかとを上げて、とか言って。もうコメント世界チャンピオン何人いるんだよ、うちの枠とか思って。もうすげえ嫌なんですよ。口だけ番長。コメントで世界チャンプばり、もうお前マイク・タイソンか、みたいな。もうお前今から来いよみたいな。
一番ひどかったのなんて、あ、僕ボクシング歴7年ですとか6年ですって言って、実際リアート付きってシャドウやらせたらボクシング一回もやってなかったんですよ、そいつ。クソすぎません？ワド、トレーニングつけてやるよ、つってリアート付きに来たら、あんまりにもヘッポコだから本当に6年やってんすかって聞いたら、いや、今日がグローブつけんの初めてですって、どういうことだよ、お前。どういうこと？本当に。いや、だから、いや、もうね、俺ね、俺が一番嫌いな人種って、新橋の居酒屋なんだよ。ね、野球のテレビで見て、あいつダメだな、監督の采配悪いな、ピッチャー肩できてねえな、なんだこれ、へっぽこだな、って。もうね、すげえダサいじゃん。野球やったことあんのって。いや、ないって。なんだそれって。いやーもう本当に本当に、あとその捨て頃でよくあんのが、お前俺と試合やろうぜ、捨て頃で俺出させろ、お前のことボコしてやるよって、無名のいやねって、あの興行なんだっつって、で俺プロモーターじゃねえしっていう、で、あんたが捨て頃出たいのはわかるけど、じゃあなんで強いドレさんとやらせろとか言わねえんだっていう。弱い俺と やりたいだけだろうっていう。もう、本当に嫌だ。そいつらを全員黙らせたいよ、本当に。ちゃんと応援してくれてる人をさ、喜ばせたい。よかったって。応援しててよかったって。でももう、これっきりだよ、本当に。ステゴロ3で終わり。もともと人殴るの向いてないしさ。運動神経も悪いし、俺はもうこれで最後にする、本当に。前の日とか寝れないんだぜ。後半の1ヶ月間ずーっとうなされるんだよ。ボコボコにされる夢ずっと見るんだよ。日曜に便所さん見た？毎日うなされんの。あ、まあ捨て頃自体も最後だし、俺ももう最後だね、格闘技やんの。カオスさ、5キロ走るのに初日50分かかってたの、今26分台だよ。すごくね、信号待ち込み坂道で26分台ですよ。トゥクトゥクで爆走してた。はじめまして、面白かったらフォローしてください。いや結構早いよえ、26分って自分で思うもん。今5キロ坂道、山手通りっていうところ走ってて、結構緩急強いところで、信号待ち込みで5キロ26分台ですね。まあ余裕だと思う、多分走れば。いけるいける、全然。普通に市民ランナーぐらいのスピードが出るようになった。普通に走ってるランナーおっちゃんとか全然抜くかんね俺。なんかヤンキーだと誤解されてるんだよね俺ね。ただのニートのオタクなのにさ、10キロ1時間以内にまで行ければ体力は安心です。そうっすね、2分2ラウンドなんで、2分2ラウンドなんで、まあスタミナ切れは多分今回ないっすね。まあスタミナ切れでボディ狙ってくるっていうのが計算なんで、もう相手を不安にさせてやろうと思ってるんですよ。
あ、わかる人はね、ヤンキー出身ないけど、にわかリスナーがヤンキーだと思ってるんだよね、俺のこと。ランさんの朝のトレーニングはフルボッキー。朝のトレーニング、だから朝をもう打ちすぎてて、あの iPhone の変換がもう朝になっちゃってる、生き方が出る、予測変換がもうタイマーばっかり吸ってるから、そう、こういうもう普段 LINE とか Twitter とかで朝朝ってタイマーばっかり検索してるから、そうなの。吸ってはないよね、無理があるわ。身長は170で、体重、あの直樹兄さんの時にすっごい10キロ上げちゃったんですよ。73キロまで太ったんですよ、僕。でもね、多分ね、お腹今こんな感じなんで、腹もうなくなったんで、多分ね3キロは落ちてるはずなんですよね。お腹ボーンって乗っかってたんですよ。昔の体知ってる人だったらあれだけど、だいぶ絞ってきたんで、1ヶ月でこの腹はすごいでしょう。俺のあの1ヶ月前の腹知ってる人だったら驚愕するぐらい絞り込んでんの分かるでしょ。これでもだいぶ落ちたんですよ。太ももパッツンパツンで今、一切脂肪ないよ。ふくらはぎとかもうバッチバチだからね。いいももしてるでしょ。これはみやびくん怖いと思うよ。下半身超作り込んでるから。汚いってやめて。体重多分69ぐらいじゃないかな今。増量は食って食って食いまくりましたね。でも体動かないの分かったんで、今回65まで絞りますね。腹筋がうっすら割れるぐらい。太ももはね、もうかなりバンプアップしてて、すっごい仕上がってるね。足腰はいい感じっすよ。ケツもプリプリだぜよ。あって、腕細いんだけど太ももめちゃくちゃ太いんだよな。足腰は強いんだよね。いいでしょ、走ってるからね。まあ、もともと超デブだから。だってランさんガチ勢だもん。ずっと体本気で鍛えてんの。体脂肪 7% とかじゃないの、わかんないけど。 7% じゃないか、 10% 台とかじゃないの。よっしゃ、着替えるか。いやー、毎日毎日筋トレ積み重ねてないとああいう体にならないよ。よっしゃ、トレーニング行くぞ。行くぞ。準備しよう。闘技やめてやるんだもん。これで終わりじゃ。あ、ねえねえ、これ良くない？カオス、これ。昨日ね、新宿で、あの刑務作業アイテムが売られてたの。それで買ったの、これ。 iPhone ケース極いいでしょ。
これ函館刑務所で作ってるやつ。あと枕1000円で買った。小葉柄枕1000円。脳みそくそカスカオスさんをそれらでも売ってたよ。 LA でも売ってんだ。すごいね、函館刑務所商標登録までやってんのね。これ2つ買っちゃったよ。谷さんいい、これいいでしょ。中野でも売ってるらしいよ。刑務作業商品中野で検索すると出るから。これで600円かな。朝のこれ朝じゃないか、麺か。みーすけさんそれは欲しいわ。これいいよね。脳みそくそカスカオスさん本物かはわからないけどラノは。へー、これちょっと遊び心あるよね。ごくってごくって書いてプリズンって書いてあるのかな。プリズン、タードマーク、サードマーク、わかんないけど、ゴクって書いてある。ノーミソクソカスカオスさんとトレードマーク、トレードマークか。これはプリズンで合ってんの。これはプリズン、牢獄って意味でしょ。プリズンかな、ポリゾンかな、プリズン。ノーミソクソカスカオスさんプリズン、プリズンか、牢屋って意味か。枕1000円もそば柄で、しかも高さ変えられるんだよ、紐で。超作りいいよ。で、家具がすごかった。霧のタンスとかが3万とかで売ってて。谷さん味噌と花醤油もある。あるあるある。欲しい。石鹸もあるよ。脳みそくそカスカオスさん枕すごいな。これ1000円だった。新宿の駅のあのバザーとかやる展示場、今日もやってるはずだよ。今日も開催されてる。新宿駅のなんかわかるかな、地下のあのバザーとか催し物があるところ、あそこで、あそこたまに行くんだけど、日本刀とか売ってる時あるから、そう、それでね、あの極中商品がいっぱいあって、本革の財布とか、ノーミソクソカスカオスさんがわかるよ。あそこあそこ、靴とかも6000円、革靴が6000円で売られてたりとか、バッグとか財布とかもすごいね、ステッチワーク。職人だよ。タンスとかもすげえ作りいいので安い。新しいオーソングそば柄慣れれば良いって言うけど、うん、ハードル高いわ。そば柄すげえ。俺は昔からそば柄だから、我が家は。そば柄いいよ。これ紐縛るとこうやって高さ変えられるの。ここを詰めていくと丸く高くできるっていう。この紐。しかも作りがすごくいいし、柄とかも和柄ですごいかっこいいし。これで1000円はかっこいいでしょう。谷さん家具は伝統工芸だよね。脳みそくそカスカオスさん、そばアレルギーの人はそれでも死んじまうらしいね。みーすけさんオンラインショップもあるのか。あるあるある。中野へ出てきたでしょ、これ売ってたでしょ、これ、うん、これかっこいいアイテムだよね。ちょっと不謹慎感がちょっといいよねちょっと函館刑務所攻めてるなっていう。でも俺ありだと思うよ、こういうブランディングして。そのこういうの買ったらさ、これ被害者のね、犯罪被害者の人たちの補填とかにも使われてるわけだし、服作りめちゃめちゃいいよ、うん、俺はこういうことをやって日本も攻めていいと思うよ。あのなんだろう、なんかお堅いこういう枕とかタンスだけじゃなくて、社会復帰につながるならさ、ねえ、刑務所のあれも税金なわけだし。この枕いいよね、1000円だったらすごいいいよこれ。マクドの紙袋も刑務所製だもので。そうなんだ、知らなかった。へえ。あ、マクドナルドの紙袋ってあれ刑務所製なんだ、知らなかった。へえ。だから俺ね、 A 型作業所とかに仕事依頼、経営者の方いたら
A 型作業所に仕事振ってあげて。すっごく安く障害者の人に仕事与えられるから、もう国からのなんか紙袋とか折る仕事とかばっかりの、 A 型作業所 B 型作業所にさ、経営者の人仕事持って行って簡単な入力とかすっごく安くできるから、地元で検索してさ仕事振ってあげて、経営者の人本当に安く受け負ってくれるから、障害者の人の雇用も作ろう。そこで働こうかな。性欲のおじさん解放歓喜。カオスさん、5月から俺は活動が始まることになった。活動が始まる？ああ、いや、作業上全然ありだと思うよ。俺も働いてたけど。谷さん、作業所の湯葉美味しかった。なんて食えるなんて贅沢 W。 石野さんが湯葉好きなんだ。のんちゃんも谷さんもさん付けだよね。そこすごいよな。なんか年齢ねえ何個も下なのに石野さんとか和道さんって人柄が出るよね。俺はのんちゃんって呼んでんのに。レンズ不幸。谷さん大人の男性だしリスペクトあるしね。あー、リスペクトだよね。すげー大事だよね。そうそう、リスペクト。リスペクトがない相手とは関わったらいけないんだよね、本来は。いや、リスペクトすげえ大事だよ。谷さんのそういうところ好き。
さん風気をつけろ。脳みそクソカスカオスさん、よく言う人も悪く言うやつもいるけど、和道は楽しい。楽しいってのは強さを持ってなければ埋めない。ワクワクが止まらないよ。トレーニングだ。今日はね、撮影日なんだよね、実は。今日は撮影があります。イムタさん、なんかかっこいい顔になってる。カノーホーガイさん、金髪似合うな。話したも染めればよかったのに。脳みそクソカスカオスさん、仕事。谷さん、石野さんは冗談でババア言うけど、歯ブラシをソング笑顔も汚い。コブさん、イケメソ、ハガハガ。さて、明日のために、ステゴロ3のために走りますか。便所太郎が、便所太郎の小遣い稼ぎのために頑張りましょう。便所太郎が200万儲かるために走ろう。我らが便所太郎のために。脳みそクソカスカオスさん、太郎さん W。便所太郎の小遣い稼ぎのために走るぞ。歯ブラシをソング窓開けるのすら嫌なのに走るとかきつ。麦ちゃんさん、しばらく見ないうちに汚い顔になったなわら。谷さん、トゥクトゥクに日の丸と日照着つけてたよわら。マジで暴走族だ。麦ちゃんさん、今日もよりめってる感じだなわら。地元がヤバすぎる W。 地元どこなの。さてやりますか。脳みそクソカスカオスさん、危険な若者の昭和。でも昭和の不良は不当な暴力とかいじめとかやらないから好き。あの辺のヤンキーは。ヤンキー同士でしかやらないから。じゃあ、枠取り直します。お疲れ様でーす。クソカスカオスさん、あそこはやる W。お疲れ様でーす。次役行きまーす。おつおつー。